からして大体のやつはわかるだろうし。いった。で、今まで私らのレポート欠かさず聞いてくれてありがとう。感謝してるし、感謝してほしいね。今まで聞いてくれた上に、私らの極秘プロマイドでもないない。それじゃ、特別に私らの住む天使会へ。それはかなりまずいっしょ。感謝の気持ちを形にしてあげたいのに、何もできないなんて残念だな。もみじん、確信犯だね。うん、よく言われる。で、今回は選択なしで最後まで聞いてもらわなきゃいけないんだよね。ね、まあ一回も逃さず聞いてくれてるんだから、このまま聞くの付き合ってよ。もちろん、これを断る権利はないから。じゃあ調べるのにあと1時間ぐらいかかるから待っててね。音楽でも聞いてのんびりしててよ。あ、長いからって本体の電源切ろうもんなら次から何も教えないから。こうして長いこと画面に映ってれば、私たちの顔も覚えられるってもいいよ。よし、わかったから言うぞ。はや、一回しか言わないからよく聞くこと。過去の過ち、元後輩の魔王ルートを進んでるね。なんか裏がある言い方だね。実のところ、マオはシーナの妹で。そういう嘘言ってるから彼氏できないんじゃ。受信完了。タイタン袋叩き。痛い。このままマオと付き合い続けると、何か良くないことが。具体的にどんなことが起こる？カイタンが彼氏よこせって暴れる。暴れへんよ。なわけで、マオルート決定ね。ってことで、簡単にどのルートに入ってるかの報告でした。あとは選択肢に気をつけていけば自然とクリアできるはず。攻略したいヒロインの気持ちを考えて選べば楽勝モードだよ。それでもクリアできないときは、そのヒロインのことをすっぱり諦めること。これ大事よ。すっぱりね。ま、そのヒロインを絶対にクリアしたいっていうなら、セーブはこまめにしとこうね。それさえ怠らなければきっとクリアできると思うから。で、これで4回目か。あたしらも頑張るよね。本当だよ。ん？何？追加？この調子でどんどこ画面に出てれば、きっと天使界でも一躍有名になっちゃうかもね。ん？パイタン、どうしたの？私たちの出番、今日までだ。ルート決定したから、もうお払い箱なんだとさ。うそー。連載企画、もみちゃん&かえちゃんのラブラブレポートもこれまでってことよ。じゃあ、次の私らはいつ出番があるよ。さあ、神のみぞ知るとかじゃない。ちょっと来い。こうなったらスタジオ荒らして帰るぞ。なんとしてでも次の出番をゲットするんだよ。金をいくら積んでもいいから必ず叶えるんだよ。あたしらのファンが待ってるんだ。必ず復活させること、させること。
どうしたですか？そうですか？なんだか難しい顔してましたよ。誰が見ても悩んでる顔ですの。シーナ、カリンに相談してほしいですの。カリンはシーナの悩みに答えるためにもここにいるですよ。のことを大切にしようとする気持ちはわかりますの。でも過去を大切にすることと過去にとらわれているのは全く違うことです。過去として忘れる必要はないですよ。過去があるからこそ未来を生きていけるですから。大事なのはどんな過去だろうと自分の意志で背負っていくことだと思うです。シーナにとって双葉が背負うべきものならいくらでも背負えばいいですの。今シーナがしなくちゃいけないことは双葉の思いを自分なりに整理すること、そしてこれから好きになる人を精一杯愛してあげること。そうです、シーナが双葉にしてあげたようにその人も同じように愛してあげてください。できるはずですよ、シーナなら。それが双葉の望んでることだと思いますの。今は無理でもいいですの。でもいつか双葉のことがシーナにとっていい思い出になるですよ。そんなことないですの。カリンも学校で習ったことをシーナに言ってるだけですから。ほとんど教科書の受け売りですの。
これで最後ね。うん、マオ、ご苦労様。いえいえ、一人より二人の方が全然早いですから。それで、私に何か聞いてほしいことがあるんでしょ？あ、やっぱり分かっちゃいます？マオは何か相談してほしいときに、まず相手のご機嫌を取る癖があるもの。あ、私にできることなら何でもしてあげるから、話してくれる？はい。実はその…椎名先輩のことなんですけど。椎名さんがどうかしたの？言っても大丈夫ですよね？大丈夫ってどういうこと？いえ、なんとなく確認したかったんです。実は私、その中学の頃からずっと椎名先輩のことが好きだったんです。え？今までこの思いを椎名先輩に伝えることができなかったんですけど、今回こうして再会できたのは何かの縁だと思うんです。だから今度こそ椎名先輩に私の気持ちを伝えたいんですけど、そのどうしようかと思って。私が言うより先に真央から聞かされるなんて。あの、初音先輩、聞いてます？あ、うん、聞いてるわ。そう、椎名さんに告白するの。はい。でも、本当のところどうしようか悩んでるんです。すごい難関というか障害というか、私には越えるのに困難な壁があるんです。それが問題で、告白しようかどうか正直迷っちゃって。困難な壁が何のことかわからないけど、でもその前に一つ聞いていいかしら？はあ、何でしょう？さっき真央は思いを伝えることができなかったと言っていたけど、それはどうしてなの？何か告白できない理由でもあったのかしら？くさ。それに同じ中学だったら椎名さんと同じ周崎高校に行った方がいいと思うけど、できたのならそのチャンスを生かすべきだと思うわ。それとも真央は中学と同じ気持ちのままでこれからも過ごしたいの？それは…なら、あとは真央次第でしょ。きっと椎名さんも真央の気持ちに応えてくれるわ。そうだと嬉しいんですけど。何も言わないままでは相手に自分の気持ちを伝えることはできないわ。真央が本当に椎名さんのことが好きなら、私は迷うことなんかないと思う。初音先輩。初音先輩。
すみませんでした。私、甘えてますよね。自分のことなのに初音先輩にどうしようかなんて聞いちゃったりして。マオ、私、決めました。ずいぶん時間が経っちゃったけど、今度こそ椎名先輩に正面から告白します。告白して椎名先輩に私の気持ちを知ってもらいます。ええ、その方が真央らしいわ。私、何を言ってるんだろう。どうしよう、どうしたらいいかわからない。先輩遅いな、まだ来ないよ。先輩が待ってるのに何にも言葉が出てこないよ。このままじゃ何も言えないまま終わっちゃう。私よりも初音先輩のことを気にして。椎名先輩にとって私は初音先輩のおまけとしてしか見てもらえないの？そんなの嫌だ。初音先輩は来ません。今日は私が個人的に椎名先輩を呼んだんです。椎名先輩、今日は先輩に聞いてもらいたいことがあるんです。中学の時からずっと言えなかったこと、今日ここで言わせてください。私、椎名先輩のことが好きです。あの時は諸事情で言えませんでしたけど、今は大丈夫ですからこうして言えます。だから椎名先輩、私と付き合ってください。
です。椎名先輩、やっぱり嫌なのかな。先輩、返事を聞かせてくれませんか。別に私のことが嫌いなら断ってくれてもいいんです。先輩が私のことをどう思ってくれてるのか、それが聞きたいんです。でないと私も椎名先輩への諦めがつきませんから。だからお願いします。私はどんなに辛くても絶対に椎名先輩のことを嫌いになったりしません。逆に椎名先輩に迷惑かけちゃうかもしれないのは私の方だし。ないですから、私もいろいろ努力しないとダメなんです。真央ならできるわ。きっと椎名さんといつまでも一緒に仲良くしていける。初音先輩に応援されてますからね。私頑張っちゃいますから。うん、私何してるんだろう。ちゃんと納得して真央のことを応援してるはずなのに、心の奥底では今の自分をすごく後悔している。私は自分を偽ってでも真央のことを応援し続けてあげたい。頑張ってね、真央。はい、それじゃあ初音先輩、おやすみなさい。おやすみ、真央。